私ドクター熱血が一から作り上げているブレソル攻略ウィキの紹介です。2年前から公開しておりますが、認知度が一向に上がらないため、今後動画の冒頭で宣伝させていただきます。ブレソルを始めたけれど何から始めていいかわからないなどの初心者の方へ、おすすめのクエストの進め方やグループバトルのノーマル、ハードなどの各種クエストの攻略法、最新ガチャの紹介などもしております。中級者以降の方におすすめなのは、各星4キャラクターがどのクエストで手に入るかを全て網羅しており、霊玉の回収の手助けになると思います。ウィキには概要欄から飛べますので、お気に入り登録やブックマークをしていただき、ぜひ熱血性のブレソルウィキのご活用をよろしくお願いいたします。また2022年末より毎週水曜日22時頃からと言いつつ、だいたい23時ぐらいから YouTube ライブでブレソル1週間のまとめと共闘を放送しております。現在150回を超えて放送を続けております。お時間がある方はぜひ見に来ていただけると嬉しいです。こんばんは、ドクターネックスです。2023年8月の21日アップデートが来ました。アップデートまとめていってみましょう。バージョン 15.2.0 アップデートのお知らせ。キャラクター一括強化の追加、選択したキャラクターに対してソウルツリーレベル限界突破を一度に行える一括強化の機能を追加しました。この機能はキャラクター詳細画面のキャラ強化ボタンから利用することができます。本機能により画面の移動を行わずキャラクター強化することができます。また限界突破の一括選択において、初期設定では降臨キャラが選択されるようになっております。なるほど。今後のアップデートで限界突破ができる状態でキャラクターのレベルが上限に達している場合でも、レベルと限界突破の一括、どういうこと限界突破ができる状態でキャラクターのレベルが上限に達している場合、レベルと限界突破の強化が一括してできるよう、限突をしてない状態でってことか。なるほどな。アクセサリーの一括強化の追加、お問い合わせボタンの追加、タイトル画面の右下のメニューにお問い合わせ、はい、ちょっと実際やってみましょう。例えば、まあ、このアイゼンでもいいかな。星6アイゼン、これまだ、限界突破をしてない状態ですね。でキャラ強化を押すと今までとは違う画面が出てきました。でソウルツリー強化ってやると使用素材がこんな感じになると。レベル強化、石がこうやって消費されると。限界突破は押してからこれフィルターでこうしとけばいいのか。で一括選択ってやると、降臨キャラクターのみになってるから降臨キャラ以外にして、なるほど。今までなんでか知んないけど、あのボーナスがつくようなキャラクターを優先してくれなかったんですよね。あ、ちょっと待って。コーンがいっぱいいる。こうして、受け取って、さあもう一回行きましょう。アイゼンで、ソウルツリー強化で石を使います。レベル強化で、経験石を使います。で限界突破も選ん でこれだとさ、これでポチって押したら、まずここをレベル強化されちゃうかな。限界突破を先してくれんのかな。んで、復活選択で、ちょっとここ外したくて、これで決
定して、あ、150まで行くようになりましたね。なるほど。ああ、まあこれは便利ですね。で、ポチ。でも能力解放のところはワンクッション挟まなきゃいけないよね。で、で決定と。まあ前よりは早いですね。はい。で次は転生をすると。なるほどなるほど。アクセサリーの一括強化やってみましょうか。例えば星4で、ああまだやってない子たちがいる。例えばこの辺とかね。8周年の目立たないしてみようか。こっちにしようか。一括強化。なるほどね。再選択。僕いつも、ここら辺とかを選択したりして、これは好みだよね。一括強化な。星5レベル1まで強化。あ、え？いっぺんにやってくれるの？ね、楽ちんじゃないこれ。一回やっちゃおうか、これ。おい。あ、最近見ない。え、これ回転しない。カードだから回転しないのか？ちょっと待ってね。カードだから回転しないのか。ガス強化。新しい演出だよね、これね。合成だとその、あ、これちょっと表示小さくない？え、気のせいか？回転しないちっちゃいと思うんだよな、表示が。ちょっと試しに、試しに、どれまでいこうかな、ここにしようか。ここでリサイクルで、いや最近合成をしてないから知らないうちに買ったのかもしれないけど、あれやっぱ、え、うん、ちょっとね、いや何も売却しなくていいか。で、10枚しようか。じゃあここを星3同士で合成する。いや知らない間に演出が変わったのかな。あ、ここも例えばじゃあ、あ、でもここは一括強化ないんだ。星4以上か。
って合成がいつもの画面なのか、知らない間に演出が変わってんのか。あ、ごめんなさい、俺が知らない間に演出が変わってる。で、星4以上は一括用語ができますよと。え、いつからこういう演出になってたんだろう。本当に、本当に知らないんだけど。え、ちょっと、今回から変わったのか、ちょっと誰か知ってる人いたら教えてください。今回からなのかな、というのが今回のアップデートですね。その、まあ、特になんかすごいことが変わったわけではございません。まあでも早いよね。ただの心の星4って結構そんなに持ってないと思うんだよね、みんなね。僕はまあアホほどありますけれども、これをあんまりまだ使いたくないみたいな人もいると思うんだよな。その場合再選択とかやんなきゃいけないけど、あとはその僕貧乏症なんで、このキャラ強化するときもそれぞれ今まで通りね、これでね、この今の自動選択だとこの一番台を最優先にするけれども、僕こうやっていつもなるべく効率よくみたいにやっちゃうんですよね。まあ言うて1個の差なんですけど、っていうところが僕はどうしようかな。まあでも時短のためには今後は台から使っていくかっていうような変更ですかね。以上、キャラクター一括強化の追加とアクセサリー一括強化の追加でした。お問い合わせボタンの追加も一応見とくか。ブリーチ、ブレイブソウルズ。今までお問い合わせがなかったのかな。あ、データ復旧。はい。行くぜ。っていうような感じでした。今回はここまでです。以上、ドクターネックでした。お疲れ様でした。